はい、えー、ちょっと速報ですね、うん、あのスケートアメリカ2021のですね女子のフリースケーティングの、えー、宮原さと子選手の、えー、ジャッジですけども、えー、プログラムコンポーネンツのところの、えー、そうですねスケーティングスキルがですね8点という評価になっていたことについて僕が取り上げた動画があったんですが、えー、これについて僕はあのミスジャッジではないかというふうにお話ししました。でそれについて あのどうやらミスジャッジではないかという声がいくつか頂い,いておりましてえこれは本当にジャッジによるミスの可能性があるということになりますであのミスというのはどういうことかというとまあもしかすると打ち間違いですねうん打ち間違いによるミスの可能性があるということかあるいは本当に低い評価にしたえまあ意図的なのか濃い あの意図的にやったのか、えー、あの間違っちゃったのか分かりませんが、えー、という状況も考えられますね。はいえー、でタップダンス70さんからまずいただきまして、えー、これはミスジャッジですねと、えー。項目の性質上、SS、これはスケーティングスキルのことなんですよ。ね、<laughs> えとスケーティングスキルとトランジッションがこんなに離れることは絶対にありえません。そうですね僕も驚きました。あのスケあ えっと、ステーティングスキルが8点で、<laughs> で、トランジーションは9.25ですよね、うん。こんなに離れるのはおかしいですよね。9.25でしたっけトランジーションは確か。で、他の項目でも9.50があるんですよね。他の項目はほとんど9点台だったのに、アメリカンジャッジだけですね。8点、8点ですよ。8.75とかだったら分かるんですが、8点ですよ。うん。 8点でしかもトランジッションは9.25ですからあの <coughs> あのちょっとかなり乖離があっておかしいなと思ったわけですね。うん、なので、えー、僕は先ほど動画を上げたんですが、まあ、それについて賛同の声がいくつか見られるよということです。でそもそもトランジッションの評価ってスケーティングスキルの評価ありきでつけられるものだと思っています。えー、そりゃそうですよね。 複雑なつなぎをやろうとしても、つなぎというのは、直ちにターンやステップなどの、スケーティング動作からなっているわけなので、スケーティングスキル8点の選手が、そうですね、トランジッションで9.25点も取れるはずないです。本当ですね。本当にそうですよ。ありえません。あの、まあ、スケーティングスキルが9.25で、トランジッションが8点だった場合は、まあ、これもかなり変えりはありますけど、まだわかります。 ただ、スケーティングスキルが発展で、 トランジッションが9.25って、僕、これまでずっとスケートを見てきましたが、多分、トリノオ,オリンピック新採点システムからずっとジャッジ見てきましたが、多分初めてのことなんじゃないかと思います。うん。もしかしたら経験値少ないかもしれませんけどもね、もしかしたらその,そのようなジャッジがあるかもしれませんが、初めてのことだと思うんですよね。だからこの評価については、なぜこうなったかについて、もっと世界的に議論されてもいいんじゃないかなって思うんですが、なんか何もなく過ぎ去ろうとしてるような感じがありますね。 うん、<laughs> えー、まあそのそうですねまあこれによって点数とか順位っていうのはビビたるものの可能性もあるかもしれませんが、えー、ただですね やはり、えーまあ、選手というのは、まあ、その得点を見て、えー、モチベーションにつながるということもあります。で宮原選手は、えー、とても真面目な選手ですのであれ、なんでステーティングスキルが発展なんだろう私のステーティングはうまくないのかなって思っちゃって、えー、深く考え込んじゃう可能性があるわけですね。なので、えー、そういった意味でやはりこれがもしミスジャッジだとしたらですね結構やっぱり説明をする必要っては出てくるかと思うんですよ。うんえーまあ、ミスジャッジじゃない可能性もありますけど ちょっと疑われても仕方ないジャッジの、えーまあ、つけ方になっていたので、えー、気になりましたよね、うん <laughs> えっと。1点未満の小さな差ではありますがあまりに不可解な最低なので、えー、アメリカのジャッジには、えー、明確な解説,、えー、説明をいただきたいところです。そうですね、本当にそうだと思います。あのミスジャッジというか、あのー、僕はです、ね、打ち間違いの可能性あるんじゃないかと思うんですよね。うん そこのところが詳細が知りたいですけれどもね。うん あそして、これ先ほどの僕の動画なんですが、えーとはい、で佐藤大さん、よろしくお願いいたします。これはミスジャッジですね、ということで、同じ意見いただきました。個人的にはもう少し PCS 出ていい,いいような気がしました。まあ、あ PCS 全体に関しては、あまり僕は突っ込むことはできませんが、ただ、まあ、あのアメリカのジャッジの発展ですね、先ほどお話しした点だけについて、ちょっと、えー、まあ不可解な採点かなと思ったので、そこだけ気になっているかなというとこで まあ先ほども言,った言いましたがボタンの押し間違いの可能性があるかもしれないですね。それがちょっと気になりますね。はい あちなみにこれ補足なんですが、先ほど挙げたこの僕の新作の動画なんですけれども、えー、これですね、あのコメントができなくなってます、この動画にね。で、えっと、いつも皆さんコメントしていただきまして、ありがとうございます。えー、なんですが、この動画ですね、なぜかは知らないんですけど、コメントをオンにして、えー、しばらくするとコメントがオフになっちゃいます。なぜだかわかんないですけどもね。えー、なんか、陸上フィギュアの新作発表の動画っていつもこうなっちゃうので、えー、もしかしたら著作権の音楽の影響があるかもしれませんね。 はいえー、ちょっと補足ですけど、あのーあのー、あれなんですけどもね。はい。えー、ゆんまま様、こんばんは。よろしくお願いいたします。えー、すいません。えっと、コメントしたらタグ付けされてしまったのでやり直します。えー、こんなに差が出るなら、ジャッジのベースが決まっていないのではと、数字の苦手な私は、自分は思っちゃいます。そうですね。ちょっとあのー、まあ、非常に。 えまあジャッジによって点数が分かれているなというところがありますね。まあ、平均を取るので、まあ、あれなんですけれどもね、えー、個人差ありすぎです。私のツイッターの TL では、日本ジャッジがとても批判されていす、ま。ああなるほどですね、えー、これが気になる、自国のジャッジ、ね、あの日本ジャッジが日本選手に厳しいということですかね、えー、あの堀内律子さんですよね、今回は。はい えー、ただ今回他の日本の、ねえー、3選手に関して堀内さんのジャッジが、えー、結構厳しかったかどうかについてはね、えーまあ、そこまで変えりはなかったかなって思うんですが男子の方で少し、えー、そういった感じがあるかと思いますね、えー、自分は詳しくないので意見は言えないのですが政治絡みだそうでへ、えー なるほど。えっと、こんなジャッジをしていたら、フィギュアの競技自体が先細りになると怒ってらっしゃる方が多いです。なるほどですね。私はマッシー・ミリアーノさんが言う、今のフィギュアを一瞬でジャッジングするのは普通の人間では無理との言葉が当たっているのかなと感じます。どの選手にも何点つけるか決まっていて、違う大会でもミスがなければ、毎回同じ点数をつけるジャッジもいるとか。そうですね。そういったところは可能性高いと思います。うん まあ横湯花選手の点数も結構ね低いかなって思ったんですけどもね、でもこれはまあ専門家の目ですからね、ちょっと僕はね、えー、口出しできないですけども、私みたいな素人はもう自分で見て素敵だなと思う演技だって見て楽しもうと思います。少し寂し寂いです、ね、そうですすねねそうやっぱりまあジャッジングシステムが今一つ分かりづらいですね。うん なので、まあ、まあ実績点とかっていうふうにも言われてますけどもねちょっと、えー、厳しいジャッジがあったり優しすぎるジャッジがあったり分かんないですねうん。 ユイ、えー、のややさん、ありがとうございます。株ぶさん、ネイサン・チェンがエキシビジョンで爆注をしていましたね、えー。見ている方が怖いですね。うん、まあ、ネイサン・チェン、前からやってましたよね。だから、なんとなくそんな感じはありますが、ネイサン・チェンならやりそうな気はしますよね。まあ、ロケットネイサン・チェンですので、まあ、彼はやるでしょうね。アメリカの選手たちは結構爆注やる選手が多い。まあ、ヨーロッパもそうですけどもね。えー、まあ、あのショービジネスっていうふうに言われてますからね。アイスショーに向けてやってるのかな。うん。でも、あのネイサン・チェンの運動神経だと、 爆できそうな、あれ、羽生くんもやってましたっけ、そういえば、わからないですけどもね、姉産チェアは爆中似合いそうですけどもね、アクロバットな動きですからね。うん はいえー、なので、えっと、これで1回終わりにしていくんですが、それにしてもね、ちょっとこのミスチャッチの件がちょっと気になっていて、えー、これが、まあ、本当にミスチャッチなのかどうか、まずそれが気になりますけれども、皆様は、えー、ミスチャッチではないかという声がちらほら出ているよという感じですね。うんはい、果たして本当にミスチャッチなのかどうか、まだ分からないですけれども、えー、確認して あの他のね意見でもあるという方はコメントしていただけると嬉しく思います、はい。それでは一旦ここで動画を終わりにしていきたいと思います。